岩津古墳群は、愛知県岡崎志願津町にある古墳の総称である。岩津古墳群は6期からなり、矢作川左岸の高位段丘とその北側の三河山地から連なる丘陵に分布する。しかし、現在では、一号墳以外は滅失している。築造時期は、古墳時代後期の6世紀後半で、7世紀初頭まで、追槽が行われていた。塩墳である。 運休は、1961年の発掘調査当時、すでに原型が失われていたが、直径18メートル、高さ3メートルほどの規模であったと推定される。埋蔵施設は、複質型の横穴式石室で、内部は2組の石柱によって、高室、全室、沿道に区別され、沿道入り口にもさらに1組の石柱がある。石室全長は、10メートル。 両側壁の最大幅2.4メートル。床面から天井石までの最大高に9メートルである。奥壁下部の巨石と皇室の東側壁2個、西側壁9個の石材にはベンガラが塗られている。異物はあまり洞窟を受けておらず、皇室と全室からそれぞれ出土した。水晶聖霧子玉、曲が玉、金冠、関東大東塚頭。 鉄属、水器、弾器など、約100点が発掘された。古墳は、県指定史跡に、出土品は一括して、県指定有形文化財に、それぞれ指定されている。出土品は、岡崎市郷土館に展示されていたが、道館の休館に伴い、岡崎市美術博物館で、時折公開されるので、見学は道館に確認した方が良い。ありがとうございます。